どうも、ウェダックスです。それでは、ラッシュ・オブ・ブラッドやってみたいと思います。銃なんですけどね、照準通りにの感じで向けると、こう、下にライトが当たっちゃうんですね。だから、腕をまっすぐ伸ばして、ライトを当てて、そこを撃ち抜く。という感じで続けるみたいです。で、リロードは、振るか、ボタンを押す。親指のところのボタンを押す。で、OK みたいですね。それでは、これが何面とかなのかわからないんですけど、とりあえずやってみたいと思います。ピエロの口の中に入っていくわけですね。照準がね、いまいちすっきりしないですね。どうも狙ったところがライトが当たってるところっていう判断。ガンシューティングというより、なんていうか、カジュアルシューティング。はい、最初はこのお化け屋敷の中を遊んでるっていう始まりみたいですね。やっぱそのこの辺のねグラフィックの出来は素晴らしいですね。こんなレベルのコンテンツはパソコンの方では期待できない。はい、リロードですけど振る方が楽かな。正確に射撃できているかどうかがいまいちよくわからないですね。ん？これで終わりじゃないのか。あ、まだ1個残ってた。で、こういう今のところはこういう青い丸の的を狙って撃つゲームをやる。うん、やっぱ狙った通りにはあんまり当たらない。正確に撃つなら一丁の方が楽ですね。やっぱりゲームは面白いですよね、PS4。期待通りですね。これとかも適当に打っちゃえばいいんじゃないですか。今んとこ怖い演出とかも特にないです。昔はこのアトラクションを見に遠くから人が押し寄せた。いかにもおもちゃの鉄砲を撃ってる感じ。 音とかも迫力がない。遊園地の回転コンベアに巻き込まれた男の話知ってるか。ああ油を使っても抜けたくてな、ね、当たらん。まあ、ここは遊びなんでしょうね。後ろの方はあんまりさらに正確射撃ができない。ここは素直に楽しみますか。あ、これは避けるんですね。こういうところは座ってるより立ってる方が絶対にやりやすい。かがむ。ゲーム自体は座ってる設定なんで座ってますね。うん、全然酔わない。腕がちぎれてりゃ動かないこともあるさ。やっぱりゲームは素晴らしいな、 PS4。
もうジェットコースター。やっぱグラフィック綺麗ですね。じゃあまたな。おお、なかなかの迫力。すごい浮遊感があります。避けるラッシュオブブラッド。あ、いかにもお化けっぽいのが出てきましたね。こっからが本番ですか。うわ、いきなりミスった。お、本格的な銃声になりました。これは気持ちいい。道を間違えたのか。どうやら古い。せいぜい注意。射撃の精度は上がらない。おお、本格的なホラーになってきましたね。おお、すごいな。期待通りのゲームです。射撃が正確にできたら相当面白いのにな。女の人が泣いてます。パトガール。おお、ほら怖い。まあ、結構ドキドキしますね。おっ、怖っ、来た。おっ、これは結構怖い。結構鳥肌立ちますね。怖い。あ、人か。正確に打つというよりは連射で勝負って感じですね。当たらん。さあ、どこから来る。来た。当たってなかったか。正確に打つには一丁の方が楽。
てないところもとりあえず撃っときゃ。なかなか正確な射撃ができない。真っ暗。真っ暗。どう？細っ。